はい、こんにちは。今回は最強王者が対戦を嫌がった強すぎるボクサーを紹介いたします。アマチュアプロと負けなしの戦績を誇ったリカルド・ロペスは防御も攻撃も完璧で WBC 世界ミニマム級王座を21度防衛し、ライトフライ級と合わせて2階級を制覇しました。1994年9月に行われた WBC 世界ミニマム級王座の11度目の防衛戦でヨドシンを初回 KO したのですが、左フックのタイミングと切れ味はまさに見事でした。抜群のタイミングと綺麗なフォームで相手を倒していったロペスですが、力強さも持ち合わせており、1992年10月の指名挑戦者ロッキー・リン戦では左フックでロッキー・リンを失神させました。そしてロペスの KO 勝利で一番芸術的だったシーンは15度目の防衛戦のビラモアとの一戦です。8ラウンドにビラモアの右ジャブを外して放った左アッパーはボクシング史上最も美しい左アッパーだと感じました。そんな最強ボクサーロペスでも10度目の防衛戦ケルミン・グアルディアとの試合は苦戦しました。グアルディアは当時21戦全勝 16KO の戦績でスピードがあり、踏み込みも速く、そしてパンチに伸びがあり、その上ファウスポーなのでロペスはかなりやりにくそうで、普段はパンチをもらわないロペスがかなりパンチを被弾しました。またロペスのパンチがたびたび外され、珍しくカウンターを合わされた場面もありましたが、試合巧者のロペスがなんとか判定で勝利しました。チャンピオンリカルド・ロペス10度目の防衛に成功です。グアルディアはその後ロペスと引き分けたロセンド・アルバレスと戦い、敗れはしましたがダウンを奪いました。グアルディアはロペスとの再戦を望みましたが、ロペスが再戦を嫌がったためか、ロペスと戦うことは叶わなかったのでした。ファン・マヌエル・マルケスはパッキャオとの4度の激闘で有名になりましたが、非常に長い間不遇の時代を過ごしました。マルケスはパッキャオを追って階級を上げていき、ライト級やスーパーライト級時代に多くのボクサーと激闘を繰り広げ、4階級を制覇しましたが、フェザー級時代は強すぎたせいで、世界王者をはじめ多くのボクサーから対戦を避けられたのでした。WBO 世界フェザー級ランキングに22ヶ月連続で1位に君臨していたマルケスは、当時の WBO 王者ナジム・ハメドが対戦を嫌がったせいで世界王座に挑戦できず、無冠の帝王と呼ばれました。マルケスは狙いを WBO から WBA に変え、
1999年9月 WBA 世界フェザー級王者フレディ・ノーウッドに挑戦しました。マルケスはノーウッドから2度ダウンを奪いましたが、レフリーはいずれもダウンを取らず、また明らかに優勢に試合を展開しましたが、判定で敗れました。デビューして10年、42戦目の試合で無冠の帝王を返上したマルケスは、その後ついに終生のライバルとなるマニー・パッキャオに出会ってしまったのです。フレンキー・ライオン、元 WBA 世界スーパーミドル級王者フランキー・ライルズは、アマチュア時代ミドル級からヘビー級で世界王座に君臨したロイ・ジョーンズ・ジュニアとライバル関係にあり、1988年11月にプロデビューしました。プロ入り後、アマチュア仕込みのテクニックで WBA 世界スーパーミドル級王座を体感しましたが、特に右フックのタイミングは抜群でした。世界王者時代、 IBF 世界スーパーミドル級王者のロイ・ジョーンズ・ジュニアに対戦を要求しましたが、アマチュア時代の対決でやりにくさを感じたせいか実現できず、モチベーションが次第に低下していき、8度目の防衛戦で王座から陥落しました。引退後は K-1 ファイターの武蔵選手や長谷川穂積選手を指導するため、何度か日本に来られました。天才ボクサーのロイ・ジョーンズ・ジュニアが戦いたくなかったボクサーはもう一人いるのですが、それはウィリアム・ガスリーでした。ロイ・ジョーンズ・ジュニアがライトヘビー級王者になった次の年の1997年にガスリーは IBF 世界ライトヘビー級王座につきましたが、当時の戦績は24戦全勝、21KO でした。上背があり、サウスポーのガスリーは、アマチュア時代、オリンピック候補でしたが、麻薬所持で逮捕され、服役後にプロデビューし、KO キングと呼ばれました。エスパーニャから奪った王座の2度目の防衛戦にパク・ジョンゴを迎えました。挑戦者のパクは東洋太平洋王座を9度防衛し、日本では無敵だった吉野選手と佐藤選手を KO したアジア最強ボクサーなのですが、王者コーティーはほとんど左ジャブだけで挑戦者パクを4ラウンドで仕留めました。ジャブだけで挑戦者の顔面を破壊した王者コーティーは、7度目の防衛戦にホフェ・ルイス・ロペスを迎えました。全てが必殺パンチのコーティーのバズーカに対し、屈強なロペスは恐れずに前に出て打ち合い、第2ラウンドに右クロスで王者コーティーからダウンを奪いました。
34戦全勝の王者クオティに対し、頑丈なロペスはここまで40勝3敗1分けの戦績を誇る実力者で、前年には WBO 世界ウェルター級王座を獲得しました。王者のバズーカを恐れないロペスはどんどん前に出て攻撃を重ね、第11ラウンドにも豪快な右パンチから左フックを返して、この試合2度目のダウンを奪いました。王者クオティはダウンから起き上がれましたが、その後クオティらしくないアウトボクシングで打ち合いを避け、試合は判定決着になりました。